お名前教えてください。中野ゆいとです。はい、ゆいとくん。ゆいとくんは好きな色は何色ですか？黒色と黄色色です。黒と黄色、うん、そう。じゃあゆいとくんは好きな食べ物は何ですか？カレーです。好きな遊びは何ですか？氷鬼です。氷鬼、そう。ゆいとくん、氷鬼ってどんな鬼ごっこかな？タッチされたら動きなくなって、うん、お友達、鬼以外のお友達がタッチしてくれたらまた走って、うん、そういう鬼ごっこです。あ、鬼以外のお友達が助けに行くんや。なるほどね。そっかそっか。ゆいとくんは氷鬼、どんなところが楽しい？走るところです。ヤギひまりです。はい、ひまりちゃん。ひまりちゃんは好きな色は何色ですか？全部です。全部の色好き。そうかそうか。じゃあひまりちゃんは好きな食べ物は何ですか？オムライスです。大きくなったらやりたいことって何かな？消防士です。消防士さん、ひまりちゃんはどうして消防士さんになりたいなと思ったの？なんか水とか消すのを頑張りたくて消防士になろうと思いました。水で火事とか消したい、そこ頑張りたいと思ったの。うん。消防車って見たことある？うん。どうやった、消防車？かっこよかった。かっこよかった。どんなところがかっこよかった？なんかさ、なんか運転席のところかっこよかったです。矢崎龍です。はい、龍くん。龍くんは好きな色は何色ですか？紫です。紫が好き？じゃあ龍くんは好きな食べ物は何ですか？お寿司です。じゃあ龍くんは小学校に行ったら楽しみにしてることって何ですか？算数です。算数が楽しみ。そう、龍くん、算数ってどんなお勉強やと思う？1たす1は2。おすごいな。1たす1は2とかすんの。そうかそうか。そういう計算とかしてみたい？りゅうくんは好きな数字ってある？あります。何番の数字好き？100です。100が好き。なんかお勉強以外で楽しみなことある？休み時間。田中ゆうりです。はい、ゆうりちゃん。ゆうりちゃんは好きな色は何色ですか？ピンクと黄色です。ピンクと黄色、そう。じゃあゆうりちゃん、好きな食べ物は何ですか？お刺身です。お刺身好きなの。何のお刺身が好き？イカとハマチです。イカとハマチ、美味しいよね。好きな遊びは何ですか？警察ごっこです。警察ごっこ、うん、警察ごっこってどんな遊び？鬼が銃数えて、その鬼じゃ泥棒が逃げて、鬼が銃数えたらその泥棒を捕まえます。じゃあね、また小学校行ってもな、元気に頑張ってね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。